Thank you.
Thank you.
はい、どうもありがとうございます。吉羽愛子ピアノトリオ with メンバー紹介もやっちゃいます。オンドラムス岩瀬タッピー、イエーイ。オンベースフレットレスベース織原良治、イエーイ。いつもサービスしてくれるいつも何かこうサービスパフォーマンスしてくれてありがたいです。ピアノ吉羽愛子でお届けしております。ありがとうございます。今日はですね、ちょっとこう初めての試みなんですけれども、ここの会場がですね、吉祥寺スタジオノアさん、ピアノスタジオの方ですね、コンサートスタジオというお部屋を使わせていただいてるんですけれども、なんか照明とかすごいいい感じで置いてくださっててそうそう、こんな感じでなんかライブをさせていただくっていうのがちょっと初の試みなので、すごい楽しみながらさせていただいております。今回ですね、吉羽愛子ピアノトリオとサウンドアーツさんね、コラボということで映像と音響を担当していただいているサウンドアーツさん、ちょっともう MC が下手すぎてごめんなさい、ちょっと自粛しすぎて、あまりちょっと人前でこう喋らなさすぎてちょっとあれですけれども、サウンドアートさんと吉羽愛子ピアノトリオでお届けしております。最初にお届けした曲がなんて曲だったかな、ちょっと忘れました、ロストエモーションズという、自粛の間、私が自粛している間にテレワークで作った曲なんですけれども、そのテレワークで作ったので、あんまりそのライブで演奏するっていうようなそういう意識を持ってきてなかった、なんか言葉変ですすいません、ライブで演奏するって想定してなかったんですけど、やってみたら面白いんじゃないかなと思って、でこの2人にやってくださいということでさせていただきました。でその次に お届けした曲が始まりという曲、そして再生と変化とその先、そしてミファシという曲を4曲ですね、ずっともう止まらずに演奏させていただきました。曲調がですね、ちょっとなんかちょっと静かとか鬱っぽい感じの曲がずっと続いてしまったので、なんか視聴者の皆様体調面大丈夫かなと思ってちょっと心配なんですけれども、次の曲はちょっと明るい感じで、吉羽愛子といえばこの曲、スカイイズザリミットって言われているので、この曲を演奏したいなと思います。聴いてください、スカイズザリミット。